これなんですか。ウゴジベジャング。うん、アニハセヨ、シンタロイムニダ、アヤカミニダ。今日は新大久保で有名なナッコプセと、もう一つスペシャルアイテムがあったので。スペシャルアイテム、はい、え、何これ、何だと思います。わかんない全然。後で開けてみる。気になる、うん、めっちゃでかくありますよ。でかいねこれ、うん、ありがとう。買ってきて一緒に食べたいなと。ありがとう、ありがとう。感動した。うちの好きなナッコプセ食べた。あやかがナッコプセを엄청좋아하는데、여기도쿄신오쿠보라고코리안타운이있습니다。거기에서좀유명한가게가요프라고하는가게인데、거기이제낙곱새가맛있다고해서신타로가좀사왔다고하네요。이거는뭔지모르겠는데이따가좀열어보겠습니다。지금열어볼래지금今開けてみよって。はい。あ、じゃあ、はい、どうぞ。新太郎が。新太郎が。あ、はい。ありがとう、新太郎。予想なんですか。予想は肉系だと思うんだけど。肉だったら嬉しいですか。どっちでも嬉しいよ。今迷った。何でも嬉しいよ。じゃあオープンする。3、2、1。じゃん。おお。トッポッキ。はい。美味しそう。結構量ある。トッポッキ好きなんだ、新太郎。そうですね、なんか美味しかったの、ここのトッポッキ。あ、トッポギは食べてないんですけど、うん、めっちゃ気になったんで。へえ。あ、なんかすごいよ。すごい。ネギとか全部入ってるよ。へえ。재료が全部다들어가있네。うん。되게잘돼있다。여기보시면신오쿠보요프에서판매하는이낙곱새세트가그냥이렇게재료가다준비가되어있고그냥냄비에넣어서끓이기만하면되는것같아요。이제이렇게넣어서일단끓여가지고신타로랑아야카랑다같이먹어보겠습니다。도가니탕って何なんですか。도가니탕오시노히자노고네오유대때作った鍋みたいな、うん、食べ物。煮込んだスープですね。そうそうそう。トガニがそういう意味なんです。そう、トガニがあの牛の膝の骨、柔らかい骨のところ。初めて聞いた。うん。日本でないよね、うん、こういう食べ物が、うん。これなんですか。ウゴジベジャング。ウゴジってあのなんだっけ、白菜を乾かしてそれをちょっと漬物にした。まあそういう食べ物だね。それを茹でて鍋に作った料理。ウゴジヘジャング。うん。なんか言いづらいですね。ね。日本だ。言いづらいよね。読んでないね。でもこういう食べ物ってるっていうことは結構本場の味を出せるぐらいの店だと思うよ。いろいろ種類もある。うん。あ、少しできたかな。ちょっとかかる時間。ちょっと待って。はい、食べて。ヨプっていうこの店結構有名だよ。うん。東京に住んでる韓国人みんな知ってるかも。店舗めっちゃありますね。そう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 。맛있겠다。아곱새도이제거의다된것같은데아이제먹으면될것같아요。되게한국낙곱새랑거의똑같네요。엄청맛있어보이는데이거밥에비벼가지고신타로랑아야카랑한번먹어보겠습니다。오完成です。めっちゃ本格的。ありがとうございます。うん、ありがとう。めっちゃうまそう。食べてみよう。食べてみよう。絶対うまいと思う、これ。あげるよ。わー、맛있겠는데。うん、やばい。진짜맛있겠다。재밌겠습니다。재밌겠습니다。재밌겠습니다。あー、맛있겠다。うん。どう？맛있어요。맛있어？진짜맛있어。맛있어？おー、よかったよかった。진짜맛있어요。진짜맛있어？はい。おー。いや、これめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい、これ。本当に美味しい。マジ？乾杯。乾杯。乾杯。じゃんじゃんじゃん。じゃん。幸せ。ああ、うまい。ちぎね。ちぎね。ちぎねって何？ちぎねって。なんて言ったらな。いいなっていう。やばいねみたいな。ちぎね。もう一回もう一回。ちぎね。ちぎね。ちぎね。多分日本ではなかなか。このぐらいの味がするナコプセ屋さんないと思うよ。ないないない、美味しい。おお、めっちゃうまい。一番美味しかった韓国料理何って聞いたら、一がナコプセだったじゃん。あ、そうだね。うん。そのご飯東京で。チキンも美味しかったんだけど、ここうまい。これを見つけてしまいました。うん。うん、プサンのゲーミンシップくらいの美味しさがない？うん、めっちゃ美味しい。うん。タワサも似てるし。うん、めっちゃ美味しいわ。
前のところでさ、うん、コメントいっぱいあったじゃん、はい、でコメント見たら俊太郎はプサンの旅行いつ来ますかっていいね、うん、近々行きましょう、うん、逆になんかおすすめしたい日本の旅行地とかね、ある、うーん、沖縄とか、うーん、沖縄いいね、宮古島とか海めっちゃ綺麗、うん、リゾート地だよね、うん、沖縄以外は北海道、北海道冬がいいの、北海道冬でも大変ですよ、あ、雪多いから、まあ夏が定番ですけど北海道行くなら、でも北海道は雪がいっぱい降ってそういう景色が綺麗から行くんじゃないか、まあ、それもそうですよ、夏の時に行ったら何の魅力がある、涼しいから、ラベンダーとかプラムとか、涼しいの、夏も花の景色とかめっちゃ綺麗、ラベンダー畑とか、あの、シンタラと一緒にいる時にオッパのことめっちゃ好きだけど一個だけ嫌いなところがあるって話したの、何だと思う、わかんない、あ覚えてる、あ、うん、当ててください、当ててください、わかんない、なんか食べてるじゃん一緒にお互いね、うん、で、私がもう食べ終わるぐらい最後の一口になった時にオパが私に一口ちょうだいって言ってくること最後になる前に言ってほしいの無意識ですか、マジで無意識でも一番美味しいものってさ最初に食べるじゃん、だ最後、最後、私最後、最後なの、最後、お腹いっぱいになる前に最初食べた方が一番うまいじゃない、お腹いっぱいになっても美味しいもので最後終わった方がなんか幸せあ、そうなの、最後に楽しんでとって、人ってそれぞれ違うんだなだから最後に例えばそのクレープとかだったら、まあ、イチゴとかチョコとかアイスがこうのってる一番美味しいとこ残しておいて、あ、最後これ食べて終わろうって思ってた時に一口ちょうだいって言われて、最後一口しかないんだけどじゃあ最初に言うね、うん、うん、そうしてください、わかったわかった이거는떡볶이인데재료가엄청많이들어가있어요이제낙곱새를다먹었고조금다배가안부른다고해가지고일단잘만들어보겠습니다에에파파기타파파기타